サビクイビスコ監督のカリアです。副監督のマタガです。よろしくお願いします。いやー、オープニングつきましたね、これ。あ、そうですね。このオープニングがなんと、絵コンテを前城大太郎先生に。いや、すごい、すごいですね。いやー、素晴らしい。ダメ元で、あ、イタリアさんからも頼んだオファーを。いやー、すごいですね。いや、ありがたいですね。いや、ありがたいですね。あのオープニングのクジラとかも、前城さんオリジナルですか、あれは。あれはオープニング用のモンスターとして。あ、そうなんですね。いや、すごいですね。あの、新人の翔くんがモンスター作家で、本編でも5話ぐらいからやってもらってるんですけど。すごいですね。期待の新人。期待の新人。すごい。オープニングの曲。うん、あ、すごい、素晴らしいですね。純奈さんの。すごい若い頃から聴いていただけるって誰かが。うん、マクロスに。マクロスに出てる。あ、マクロス。マクロス。エルタです。これ14歳ぐらいからってすごいっすね。じゃあ、こちらの話。かっこいいよね。かっこいいですよ。すごいかっこいい。これ以外ないよ。ないです。で、エンディングもまた。エンディングもいいよね。いや、お二人とも歌う声がすごい上手きないんじゃない、はい、主人公二人が歌うっていう。あ、確かにないかもしれません。うん。ダビングの時に音響監督の小泉さんがもう、あ、確かにちょっと残りますね。耳に残る。で、ドレスとかの感じの。いいですよね。なんかいいよね。いや、2話で登場した、はい、チロル。チロルですね。チロル可愛いよね。可愛いです、チロルも。可愛いね。あとあれかな、あのミロの病院を機関銃で撃たれるシーンが。この辺は井川さんが操作感。すごいよね。作品通じてすごかったですね。あ、まだカバーを投げる、はい、クライマックスのシーンはまだわかんない。あ、いや、すいません、ありがとうございます。面が面白い。大体ね、社内のみんなで同じメンツでやってる、全員野球。あ、そうです、ね。すごい。だからなんかすごい思い出がめちゃくちゃありますね。本当に。向井さんも全マス言ってませんでした。まだも全部やってるじゃん。いやってますね。いや、すごい。ほとんどみんな電話数に入ってるみたいな思い出が。クレジットはほぼ一緒ですね。そうですね。あとこのエスカレート空気、この辺すごかったですよね。ああ、あれ背景画ですか。あら、セルで描いた線画を会計さんに塗ってもらうっていう、ブック処理、ハーモニー処理っていうやり方で、あの、ナウシカのバカガラスっていう、海軍の戦闘機。はい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 。あれと同じやり方で、その3の設定をそのまんま。いや、すごい。楽しい。吉浦さんもやってんでしたっけ、あの、わざわざ。あ、そうそうそう、あの、ナウシカのオウムのやり方で、吉浦さんがやってたあの、アニメーター見本市でやってた怪獣の、あ、何でしたっけ。金子さんが怪獣描いて、こう、ドアンって動くやつ。あ、ありましたね。あれ、その作品は、イカリアさんは、アニメーターの一。あ、そうですね。ぜひ皆さん見てください。ぜひアニメーターの一。あ、いいですね。そうですね。他にもやってるんで。で、2話のこのラストの曲がめっちゃかっこよくて、パウルが登場するときの。あれも上田さんです。あれも上田さんの。あ、かっこいい子ですね。で、椿山さんのとこも。いいよね。いいですよ、ね。全体的にはこう思うと、いいです、ね。音楽があって素晴らしいです。要は台本の絵はどんな。あ、そうだそうだ、これ見せない。これ井川さんが、はいはい、チロルですね。素晴らしい。井川さんの本当描く女性って可愛いですね。可愛いよね。まだ若いのに。もう本当にいいですね。羨ましいです。羨ましい。マスのタイトルとかが、あの国語先生の。そうだ、ギリンギで飛ぶ。あとあれですね、あの予告の工場とかも全部先生が。いや、素晴らしいですね。毎回こう、うん、ちょっと昭和な匂うアニメになってます、ね。いや、そうですね。初国語。
なんかアイキャッチとかもすごい懐かしいかっこよさですよ。あ、そうそう、アイキャッチあるね。謎のスタッフの各くんが愛犬演出として、あ、あと予告も、予告の映像も各くんが作ってます。2話はね、いいところで終わってるから。あ、そうです、3話今後3話まで、1、2、3のセットなんで。そうですね、ぜひぜひ3話も来週もよろしくお願いします。1話もね、全部全部ついてた、全部色がついてて、役者さんにこの雰囲気が伝わればいいなっていうのが、最初チロルちゃんとそのビスコたちと絡む前までは先々考えてやってくれてとても助かりました、本当に。